遅くした3200。失礼します。初代ボクスターかなりありですな。6速マニュアル、なんか機能性に優れてる。運転しやすそう、すごく。運転しやすそうでしょ。はい、古い古いですよ。フラッチ、ないですね。すごい天気悪そうな時とかさ、そういう時は結構止められるんだけど、バックと一緒。クラッチちょっと踏んでてみて。踏みました。あ、そっか、あ、そこまで、あ、ガッチ、さらにここで、じゃあ、さっき一速に入れてたんだ、私は。そうですね、ここは普通に何もしないで入れると1で、あ、これは1なんだ。ここからさらに、こうして、こうすると、おー、ここのところなんですね。これは1だ。2、3、4、5。結構硬いですね。なんか乗っててメンテナンスとかで困ったりすることってあります？もうないです。あのみんなが言うほど、そんなになんて致命傷になるようなってももちろんないですし。63年の MGB です。もうコンディションがすごい良すぎますね、これ。そんなね、いいのが出ないんですよね。そうですよね、そうなんですよ。生産台数すごい多いっていうのは、左監督のアメリカ人。ボンネットはアルミなんですよ。MGB。あのスピーカーとか本当は黒なんですけど、全部内装に合わせて。さっき言ってたんです、スピーカー素敵って。そうか、元は黒なんですね。元はそこが黒なんですけど、どうしても気に入らなくて、あのアームレストと、はい、スピーカーとタイヤハウスとリアは全部自分でミシン、もともとそういうアパレルにいたんで、ミシンはね、そうなんです、得意なんです。素敵。絶対 MGB のオーナーさんだろうなと思って。これ黒いのが目立っちゃって嫌なんで、はい、マグネットで撮れて。すごい。そういうところにも目をつけられて、あ、マグネットになってるんだ。シフトノブはビリヤードのため。あ、そうなんですね。ビリヤードの玉。おしゃれ。ここの作りってもともとこうなんですか？どれですか？このライターの。あ、これも作っちゃったの。あー、粋だわ。いや、MGB はいいですよ。部品も困らないですし。あ、みたいですね。やっぱりイギリス車はその辺が。めったに壊れないですから。さすがです。